なんかねチャンネルを見れるところがあって、これで音声ガイダンスをやってくれるんだって。こんな感じで乗り場でイヤホンを支給していただきました。動き出した。両国、浅草、上野、日本橋を経由いたしまして、丸の内は三菱ビルに戻ってまいります。ジェットコースでございます。ついに貸し切りになってしまいました。やばすぐ隣にバスガイドの方の席があるんだけど、なんか二人っきりになっちゃうね。例えば神社仏閣だったらこうしていただくと、例えばこれだったら神田明神とか、この先なんですけど、出てきますので、はい。お待たせいたしました。よいしょ。ありがとうございます。Your attention, please. The train bound for Tokyo and...発泡正面の櫓と呼ばれてるものだそうですよ。虎ノ門ですね。この辺はあんまり来たことないな。これが虎ノ門ヒルズ。わー高い。あ、見えた見えた見えた。もうすぐ東京タワーだ。1回目の記念すべきソロ活で行ったエリアだね。のバス停にいるんだけど、見て、やばい、また貸し切りになっちゃった。受けるんだけど、この目の前のビル日テレだって。おお、これね、この辺が築地市場の跡地らしい。今豊洲に移っちゃったけど、で場外は印刷されずに残ってるっていう説明が今流れてたんだけど、確かにあんまり私ずっと東京だけど築地市場行ったことなくて、いろいろね、あ、まさにこの辺じゃない？ね、あ、この辺だこの辺だ。賑わってる賑わってる。あ、この辺また食べ歩きしたいな。めっちゃ美味しそうだもんね。いいな。銀座の街に入ってくるのかな。目の前に見えるあれが三越かな。
これ歌舞伎座じゃない？ね、そうだ、一度歌舞伎も見てみたいと思ってるんだよね。江戸切子をベースにデザインされた建物なんだって。すき家橋交差点にただいまおります。それでは三菱ビルに到着いたします。本日はお買い求めずにご乗車いただきまして誠にありがとうございました。はい、ということで今バスを降りて東京駅に戻ってきました。そうですか。では本日も動画ご視聴いただきありがとうございました。また次のソロ活でお会いしましょう。バイバイ。